こんにちは、即家塾の久保です。えー、私ね、あの、YouTube の他に、Facebook っていう SNS もやってるんですけども、そちらの方にね、こんな画像がちょっとね、飛び込んできたんですよ。読みますよ。政党助成金分配でコロナ手当として、自民党国会議員全員に200万円が支給された、ということですよね。まあ、上の産業だけなんですけども、あとはね、えー、各自読んでいただければと思いますけども、まあ、国民、 全員に10万円がね、行き渡らないというか、まあ、今回2回目の配布なかったわけじゃないですか。まあ、あの、第3次補正予算まで、要するに3月末まではその予算っていうのがどこにもなかったんで、私は去年の年末あたりからね、あの、ないよっていうふうなことを言い続けてきたんですよね。ただ状況としては4月からはわかりませんけども、まあ、でもね、3月末までは10万円どころか、まあ、微一問、国民全員一律支給はないな、 っていうところで、それを前提にお話ししてきました。でも皆さんの要望が通ればですね、春からの一般会計に、もしくは個性予算にね、組み入れられる可能性は十分ありますからね、そこはまあ希望を持っておいていただきたいと思います。期待せずに希望を持つって感じですよね。こういうこと言うとね、 久保さん、この前、お金が確実に出るって言ったじゃないか、みたいなことが出てくるんですよ。で、そういうレベルの発言はもうちょっとね、私取り合わないんで、も、ま、うあとはね、勝手に解釈していただければいいと思いますけども、まあでもね、そういうことを抜きにして、今回の情報ってのは、まあ未確認なんですよ。私もどういうことかわからないんですけども、自民党の国会議員さんには200万円が一律支給されたみたいなんですよ。ね。あの、普段のお給料もあると思うんですけども、なコロナ手当っていうのは、 国会議員さんに必要なんですかね。国民はどうなんですかね。何 <laughs> とも言えないとこですけども。皆さんどう思われますただこれね、本当にそうだったのか分かんないですよ。こういうのが飛び込んできただけなんで、どういうふうに裏付けを取っていけばいいのか分かりませんし、まあ別に裏付けを取ることもないかなと思ってるんですよ。うん、まあ,まあこれがね、私としてはね、 国会議員さんに200万円配られようが500万円配られようが別にどっちでもいいんですよ。うん。誰かの懐が増えたからといって妬むような私じゃないんでね。ただまあね、あのー、まあこういうことがある反面、国民には何もないっていうのは、まあいかがなものかなと自民党の皆さんと。党員として恥ずかしくないのかなと思うわけなんですよ、私はね。まあ恥ずかしくないからやってるんでしょうけどね、政治家なんていうのは。 うん、まあ、それにしてもね、今日の国会質疑見させてもらったんですけども、立憲民主党の方が次々と菅総理を追い詰めるところってのは、途中から菅総理がちょっと気の毒になるぐらいね、ええー、まあ、鋭い質問だったですよね。もう吊るし上げみたいな感じで、もうそろそろ勘弁してあげてくださいみたいな気持ちにも私もなりましたけどもね、菅総理も別に手を抜いてたわけじゃないんでね。うん。でも、すごい優秀な方だと思いますよ、菅総理も。 何もないところから裸一貫でのし上がってきたわけですから、それこそ世襲議員をね、なぎ倒して、菅総理は総理に指名させたわけですからね。自分でなりたいって言ったわけじゃなくって、官房長官までは来たんですけども、ね、そっからは、あの、他の方がね、自民党の皆さんが見越しにあげたって感じですから、うん、まあすごいなと思いますよ。で、その、新型コロナウイルスみたいな、誰もが何なのかわかんない、専門家ですら意見が分かれるものに、 最終責任者としてね、取り組んできたわけですからね。まあ批判もあるでしょうけども、それはまあそこは仕方がないかなと思いますよね。うん。いやいやまあそういうふうなところもあるし、うんえー、ただ行き渡ってない事実もあるし、うん、まあリーダーってのは、本当大変ですよね。まあただ私思うのはね、菅総理は伝えれば伝わる人だと思いますよ。本当にね。あの、それは私はね、 あの、期待せずに希望を持っています。うん。というのが、総理って自分の思いでできることってあんまりないんですよ。で、いろんな方の要望をどうまとめるか、どこに着地点を作るかっていうことなんで、それこそね、右から左から、1から10まで、あの、相反することを要望として上がってくるわけなんですよね。で、誰かに、誰かの顔を潰すわけにもいかないし、誰かの肩を持てば、 あ決断力がないとか言われるですね。うん。で、まあ、野党っていうのは気が楽ですよ。だって、野党っていうのは最終責任そうは言ってもないですからね。ただ批判だけしてればいいわけなんで。まあその批判が建設的なものと、あとは単なる批判っていうのがありますけどもね。で、ずっと長い間、単なる批判っていうのが多かったんでしょうね。最近の国家質疑はまといたものが結構多いですよ。で、そういう時にしっかりとした、あ討議ができる、 野党議員さんも結構ね、いますからね、若手で。うん、なんかすごいなと思いますよ。あ、ちなみに、立花隆さんって NHK から国民を守る党なんですけども、なんか、すごい動画上げてましたね、この前。うん、昨日ですかね。えっ、ー、と、維新の会の、音北俊さんの手のものが、不正選挙をやっていた事実を動画で撮って、これはどういうことなんや、みたいな形でね、えー、問いかけたところ、音北さんは、 申し訳なかったみたいなね、謝罪をされてたみたいですけども、音北俊さんといえば、国会議員が居眠りをしてることをね、ずーっとテレビかなんかで叩いていたのに、今度は自分が眠っていたことによってね、株を大いに落としたってことがあります。うん。だから要するにね、うん、まあ無理すんなってことですよ。国会議員さん別に、国会の中で居眠りしてても、私は個人的にどうとも思わないんですよ。うん、居眠りしようがどうしようがね、どうせあんなところに、あの、大したものはない,ないですからね。 で、寝る時もあれば、ちゃんと追求する時もあって、結局国民に迷惑がかかんなければいいわけですからね、居眠りしようがどうしようが。逆に言うと、居眠りをしてるのに、 国が豊かになったり国民が幸せに暮らしていればの、言うことないわけですよ。だから国民が困ってる時に眠りをするとね、神経逆なでしますから、それはね、叩かれてくださいってことですけども。でも今回は、あの、国会議員を叩いていた国会議員が眠っていたということでね、ダメでしょってことになりますけどね。うん、ただやっぱり失敗したら謝って、で、次に向かってくれればいいんですよ。 んで、安倍総理みたいにごまかしたりとかね、嘘をついたりとかっていうのはね、まあ、いただけないかなと思いますけどもね。で、今回の200万円っていうのはどうだったのかなというところでございます。情報をご存知の方は色々しかったら教えてください。